コリブ湖はアイルランド西部にある湖。コリブ川が流れ、ゴールウェイで海へ注ぐ。国内で最大、アイルランド島内で2番目に大きな湖である。コリブ川、またはゴールウェイ川はゴールウェイ市で湖と海をつないでいる。国内で最大の湖でアイルランド島で、ネイコに続き2番目に大きい湖である。 面積は1 7 6キロ平方メートルで、主にゴールウェイ県にあり、名誉県の北東隅にもまたがっている。12世紀にアイルランド発の運河が湖に作られた。フライヤーズカットの名前で知られ、コリブコから海へ航行可能になった。コリブコは、1996年6月16日にラムサール条約登録地となった。また、 特別保護地域にも指定されている。コリブ湖は、オーブション湖の天下である。地名伝承によれば、ケルト神話のトゥアハデダナーンの一人、海の神であると信じられているマナナンマクリルの別名、オルブセン、または、オルブシウにちなんだ地名である。アイルランド語では、湖は、アンキリブとも呼ばれる。2007年以降、 コリブコの最新の海図を作成するために、地元の測量士及び地図制作者によって調査が行われている。国定史跡の水中考古学によって調査され、歴史的に重要なものが発見された。これらには、青銅器時代と鉄器時代の長さが40フィートで複雑に彫刻されたマルキ船のアンナキーンボート、3つのバイキングの斧を運ぶ10世紀の 丸木船のカローモアノックボーとビクトリア町の遊覧船の残骸が含まれる。湖のすべての歴史的な沈没船は保護されており、潜水するための免許が国定史跡サービスから要求される。コリブコの野生動物には、鳥やタカ、カワウソ、ミンク、オコジョ、カエル、コウモリなどが含まれる。コリブコは南側の浅い浅い盆地と北側の大きな深い。 盆地の二つの部分に分けることができる。これらは狭い水路で接続されている。湖の南部と東部の固定は沈殿したデータンの堆積物で覆われた石灰岩の岩盤で埋め尽くされている。周辺は主に南と東では牧歌的な農地、西と北では沼地がある。湖の基盤に加え隣接する科学的関心のある森林、不正生成中草原。 有機出現などは特別保護区に指定されている。観光客と漁師にとって国際的に恵みをもたらす存在である一方、コリブコは多くの還元されない外来生物によってさらに有名になっている。2007年初頭寄生性の原生動物クリプトスポリジウムが湖水から大量に検出され、ゴールを得し、モイカレン、オータラード、 ヘッドフォードの公共用水汚染によってクリプトスポリジウム症の集団感染が続出した。コリブコから取られた水はおそらく動物や人間の糞の移動によって汚染されていた。以前にゴールウェイの水道システムを改善するために割り当てられた資金が使われていなかったことが明らかになり論争が起きた。環境大臣のディ・クロシュは この問題に取り組むための追加資金の割り当てを後に発表した。対策には既存の水処理とろ過のシステムの改良、ゴールウェイ県のチュアムにあるルイムナ処理工場から水の輸入の計画が含まれる。この工場にはクリプトスポリジウムを根絶、ろ過するための設備がある。その他外来生物には魚類生態系を脅かす。 水草の発生、島上にマイガイの増殖がある。コリブ湖には365島あると言われているが、湖の海図の作成者による、最近の数字は1327島である。これらの島には、コングとオータラードの中間にある、コリブ湖沿いの、最も大きな樹木が茂った島の一つ、インチャゴイル島がある。島からは、マウムターク山脈、ジョイスカントリー、 コネマラ山地の景色が見える。島の周辺には砂浜と森林がある。初期の修道院入植地と見られる聖パトリック教会と聖人教会として知られる12世紀の教会がある。クロンファートの聖ブレンダンもイギリスへの旅から戻った後、この湖の島でしばらく過ごしたと言われている。島の周辺には小道、古い墓地があり、 少数の住民が住んでいた四つか五つの小屋の遺跡がある。もう一つの湖の島は、マームとドーンの間にあるカスラーンな汁ケがある。この区域には、オコナーの古代のヘ城とフラハティのスタンドが立っている、岩を除いて島々はない。この城は、イギリスのエリザベス一世の時代に住んでいた、海賊女王、グレース・オマリーが住んでいた。1225年、 高素院裁判官は、オドオフラタティにカーク城を、この音の王であるオドオコナーに譲った。これは、校舎の忠実さの保証のためだった。湖のクルーズは、コング、アッシュフォード城、ゴールウェイ市、オータラードから出発する。オスカー・ワイルドの父であるウィリアム・ワイルドは、湖、コリブ湖、その海岸と島々について本を執筆した。彼は、 湖のほとりにモイトゥーラハウスと呼ばれる避暑地を建てた。アイリッシュタイムズは、パッド・オシェイの子供向け小説、モリガンの猟県のコリーブコ周辺の手つかずの田園地帯が発想を与えたと述べている。ありがとうございます。